皆さんこんにちは。前回2017年のボロニジのアニメフェスティバルの遊びや売店の品物を見せました。今回はこのフェスティバルが行われた公園をぐるっと回って雰囲気を伝えたいと思います。普通5月の上旬の頃、天気が変わりやすくて雨が降ったり曇りになったりして寒くなることが多いですが、今年はこの日晴れていて本当に良かったです。みんなは楽しそうに時間を過ごしていました。この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。